皆さんこんにちは。私が今来てるのは東京羽田空港でございます。今日はね、3連休の中日の日曜日なんですが、結構ね、朝早くから羽田空港にはたくさん人がいます。で、今日はですね、そんな羽田空港から飛行機に乗りまして小松空港に行きたいと思います。東京からね、小松ってね、今までは飛行機が一番のメインルートだったんですが、現在ね、今年の3月に開通した北陸新幹線があります。まあ、なので、まあ、新幹線で行くのがね、最近ではメジャーになりつつあるかなって感じなんですが、依然として飛行機も運行されています。それで北陸新幹線が開業して早半年って感じなんですが、新幹線がね、開通して約半年経った航空路の現状ってのはね、結構気になりますよね。はい、今日はね、小松まで移動しつつその様子をお届けできればなと思います。一体ね、どのくらい飛行機乗っているんでしょうか。結構気になります。はい、ということでね、さっきのところからちょっと移動しまして、セキュリティゲートの方にやってきました。ここにね、電光掲示板がありまして、これから乗る飛行機表示されています。今日乗るのはね、8時45分発の小松行き NH0751 便です。今回はね、 ANA で行きます。東京小松なんですけども、 ANA 以外にも JAL も飛んでいまして、1日5便ぐらいあるのかな。うん、で、今回ね、 U25 使いました。今ね、 U25 ね、セールやっててね、めちゃくちゃ安いんですよね。今回7300円で今いるこの羽田空港から小松空港まで向かうことができました。安いよね。新幹線だと平気で1万円以上するので、かなりお得です。ところでね、話ちょっと変わるんですが、ここのモニター復活しましたよね。一時期撤去されていてなかったんですけど、やっぱりね、こういう大きいモニターがあって、いろんな行き先が表示されてるとワクワクするよね。じゃあ早速ね、制限エリア内入りましょう。はい、ということでね、セキュリティエリアの中に入ってきました。まだね、飛行機出るまで1時間ぐらいありますので、まあ ANA ラウンジにでも行ってちょっとゆっくりしますかね。そういえばね、あんまりね、動画の中で言ってこなかったんですけども、自分SFC なんでね、普通に ANA の上級会員なんで、よく ANA 乗ってます。はい、ってことでね、ラウンジの方入ってきました。今ね、本当はビール飲みたいんだけども、ダイエット中なんで青汁飲みます。ここのね、青汁普通にうまいんだよね。で、今日ね、3連休の中日ということで、結構ね、ラウンジ朝早い6時台なんですが、もう結構混んでおります。セキュリティチェックもね、そこそこ混んでたね。うん、まあ、プライオリティで入ってから2、3分でセキュリティエリア入れたけども、普通に並んだら多分あれ10分ぐらいかかるね。うん、さすが3連休の中日です。はい、ということでね、60番搭乗口の方にやってきました。あとね、20分ぐらいで出発するんですが、まだね、搭乗は始まっていません。で、使用機材なんですが、こっからね、ちょっと見えないんだよね。今日日差しが強いからだと思うんですけども、なんかカーテン閉まっててね、結構見えづらい。使用機材はボーイング787だそうです。もうね、あと 2,3 分で、改札始まると思うんですが、上級会員の列すごい長いですね。一番左がグループ3、真ん中がグループ2、一番右がグループ1なんですが、まあ、グループ1はそこまで、でもグループ2ね、もう10人以上並んでるね。うん、東京小松便はやっぱり上級会員の多い路線っていうことなんでしょうかね。平日とかね、サラリーマンすごい多いらしいです。まあ、今日はね、3連休の中日ということで、まあ、普通の家族連れが多いって感じですけども、ようやくね、おダイヤ様の登場始まりました。8時45分発なんですが、もう発車まで10分ぐらいしかありません。まあ、結構ギリギリですね。で、グループ2の列なんですが、もうすごい長いね。グループ3は全然列できたのに、グループ2の列がなんか長い。うん、ちょっと列並ぶのは億劫なんで、まあしばらくベンチに座って待とうと思います。はい、ということでね、今、改札が終わりまして、いよいよ飛行機に乗り込むところであります。いや、にしてもね、今びっくりしたのがね、もうほんとグループ2が多すぎてね、もう全然優先搭乗なしてないね。もうほとんどがグループ2、みんな上級会員。なんじゃこりゃ、ちょっとびっくりです。東京伊丹便ね、乗ってるんじゃないかってぐらいね、上級会員が多い。うん、でね、北陸新幹線半年以上前にできたわけなんですが、使用機材はね、ボーイング787ということで、かなり大きい飛行機が使われています。まあ、時間帯によっては737とか使われてるっぽいんですけどね。まあ、だとしても新幹線ができた今でも、結構ね、東京小松間の需要っていうのは大きいのかなと思います。はい、
はい、ということでね、座席の方に座りました。今回の指定席なんですが、普通席の一番前のところですね。ちょっと広い座席です。今回ね、チケットカウンターで取ったんですよね。で、その時お座席どこにしますかって聞かれて、窓際でお願いしますって言ったんですよ。それ以外特に注文してないんですが、このちょっとうさげな席になりました。うん、やったね。うん、これで羽田から小松まで約1時間のフライトです。東京からね、小松北陸新幹線で行きますと、まあ、大体3時間弱ぐらいかかるので、まあ、新幹線の3分の1の所要時間で、東京から小松まで行くことができます。まあ、だけど飛行機に、ね、乗る前とか着いた後ね、まあ、市内まで移動するのに結構時間かかりますので、まあ、それ込み込みで考えると、まあ、時間はトントンなのかなと思います。値段に関しては今日は圧倒的に U25 円売ってるということで安いです。7300円は安すぎよね、同一予約で。そういえばね、今日乗ってるこの機材なんですけども、どうやらね、国際線使用機材みたいで、普段は国際線として使われてるみたいなんですね。まあ、なので通常の国内線の機材と比べるとちょっと豪華らしいです。なんか乗ってて確かになんか豪華な感じしますね。座席にモニターついてるし、まあ、一番前の座席なんでね、パッと見た感じモニターないんですが、肘掛け下にねモニターついてるんですよね。うん、まあ、せっかくだから後でちょっと出していじってみようと思います。8時48分、定刻より若干遅れまして東京羽田空港を出発です。飛行機なんですけどね、結構混んでますね。まあ、だいたい7割ぐらい体感的に埋まっています。まあ、だけどね、隣にはお客さん来ていません。まあ、通路側にはいるんですけどね、多分隣は隣席ブロックかかってんじゃないかな。やっぱりね、隣いないだけでだいぶ快適です。で、今回ね、初めて東京から小松空港まで飛ぶのでね、まあ、大体そのぐらいの距離だと夜行バスとかね、車とかで行っちゃうんですが、今回ね、飛行機が激安だったので飛行機で向かっている次第であります。今日風すごい強いですね。そこに草があるんですが、風でなびいております。でもうね、飛行機離陸するみたいですね。サクッと滑走路にやってきました。今日は羽田空港空いてるのかな。あ、動き出しましたね。あ、飛ぶわ。はい、ということでね、今飛び立ったわけなんですが、下に D 滑走路見えますね。で、天気はね、快晴です。東京湾めっちゃ綺麗に見えますね。今日は小松まで空中散歩を楽しめそうです。いいね、今日ほんと景色いいな。奥には東京スカイツリーが立派にそびえ立っております。で、手前にはね、東京ゲートブリッジで、ちょっとね、首を右に向けると葛西臨海公園、東京ディズニーリゾートと、いい景色です。大都会東京って感じするね。所狭しと住宅が並んでおります。下にね、先ほど離陸した羽田空港見えております。今ね、飛行機は西にある小松空港に向かっているわけなんですが、東に向かって飛び立ちました。真逆なんですよね。おそらくぐるっと回って小松に向かうんでしょう。途中ね、あの米軍の空域があったりね、いろんな関係上直線的に羽田から小松まで飛ぶことができないんですよね。まあ、なので今みたいにちょっと迂回してるという感じになります。お、ちょうど下に町が見えてきました。おそらく下はちょうどあれ浦安かな。で、ここが葛西で、
で奥が新木場とかお台場の方ですね。フジテレビ見えるかな。どれだフジテレビ。あった。ほんと空中散歩楽しいな。晴れてよかったわ。ずっと奥の方までね、街がついており、その街の奥に日本が世界に誇る富士山があります。現在ね、北陸新幹線の走っている東京小松間ですが、すごい搭乗率、これはびっくりだね。今ね、ちょっとお手洗い来たんですけども、すごいねこれ、ちょっと見えにくいけども窓がついてる。うん、トイレに窓がついてるなんてなかなかないっすよね。面白い。いい景色を見ながら用を足すことができました。じゃあちょっと席戻ります。座席の方に戻ってきました。奥にはね、富士山見えております。雲の中からね、にょきっと富士山のね、山頂が飛び出ているのはね、なかなかかっこいいですよね。さすが日本一の山って感じです。 ANA はね、LCC じゃなくてフルクラスということで、短い飛行時間でもね、ドリンクサービスありました。今回はね、アイスコーヒーにしましたね。 ANA のね、アイスコーヒー期間限定で年中ないからね、年中置いてほしい。それぐらい美味しい。で、机はね、こんな感じで肘掛け下から出すタイプで、こちらモニターですね。このモニターも肘掛け下から出すタイプになります。それで今ね、飛行ルート見てるんですが、羽田空港を出てね、くるっと回ってもうね、まっすぐ小松空港に向かっているという感じになります。やっぱ飛行機って早いね。もうね、松本上空まで来ております。もうね、距離的には東京から小松前の半分ちょっとって感じですかね。早いわ。真下はアルプスの山々が広がっております。その上をね、飛行機は順調に飛んでおり、あと30分で小松に着きます。やっぱね、本州の中のフライトだからすぐ着くんだよね。で、ちなみに外はこんな感じです。東京近郊は晴れていたんだけども、東京からちょっと出ると曇っちゃったね。あんまり空中散歩ってのはできなさそう。もうあんまり外の景色には期待しません。早いな。ちょっとびっくりしてるんですけども、もうシートベルト着用サインが点灯されておりまして、いよいよ着陸です。あれもう日本海かな。あ、日本海だ、日本海だ。一瞬で北陸地方来ちゃったな。やっぱ飛行機すごいな。新幹線よりも全然早いわ。途中はね、結構曇っていたんですが、小松直前で一気に晴れましたね。美しい日本海、あの向こうに韓国、中国があります。それで奥の方にね、多分小松空港があると思うんですが、ちょっとこっからじゃわかんないかな。で、ここにはね、高速道路、北陸新幹線はちょっとこっからじゃ見えないですね。目の前にね、見えているあの町がね、小松の町です。小松はね、石川県第3の都市、金沢市、白山市、そして小松市という感じで、結構ね、石川県中だと栄えている町です。新幹線も止まるからね。昔の在来線特急サンダーバード号もかなりの列車が停車していました。飛行機ですね、だいぶ高度を降りてきまして、北陸新幹線の小松駅が見えてきました。なんか止まってるこれ。あ、いや止まってないか。一瞬止まってるかなと思ったんですが、左が北陸新幹線、右が旧 JR 北陸本線の現在 IR 石川鉄道となっている線路です。小松空港はね、小松市内中心部からね、結構近いところにありまして、街中ではね、結構低いところを飛んでおります。もう着陸じゃないかな。あ、奥には小松ドームも見えてますね。結構大きいです。その手前を北陸新幹線の高架橋が横断してます。はい、ということでね、飛行機たった今小松空港着陸しました。この小松空港はね、民間機だけじゃなくて自衛隊も使っているみたいでね、奥には自衛隊の基地もあります。いやー、あっという間に着きました。さすが東京小松、新幹線で3時間の距離のだけありますね。小松空港のね、ターミナル見えてきました。結構年季の入ったターミナルですよね。この小松空港ってね、すごいのが国際線も地味に飛んでるんだよね。
韓国とか確か台湾とかにも飛んでるんじゃなかったかな。飛行機は7番ゲートに到着です。このね、羽田小松便、まあ当然ながらプレミアムクラスもあるんですけども、プレミアムクラスね、さっきパッと見た感じほぼ満席だったからね、すごいね。新幹線があっても搭乗率がとても高いで、しかもみんなね飛行機大好きだね、多分だって上級会員とかこういうねプレミアムクラスに乗ってるということで、まあ新幹線ができても新幹線には乗らないぞっていう確固たる意志を感じます。はい、ということで着きました。東京より気持ち涼しいかなって感じですね。飛行機を、ね、出てからだいたい2分ぐらいで建物の外前に出てきてしまいました。結構動線すんなりしてるね。はい、でこの空港の真ん前にはね、北陸新幹線小松駅開業を祝う横断幕がありました。飛行機のライバルだけど、やっぱり地元としてはねこんな感じでお祝いしたいんでしょう。いやーにしてもね、今回羽田小松便に乗ってきたわけなんですが、すっごい人乗ってたね。うん、僕てっきりねガラガラかなと思ったんですよ。なぜかっていうと、今朝もねあの航空券 U25 すんなり取ることできたし、なんでだって新幹線が半年前にできたんでね、もうガラガラかなと思っていたんですが、そんなことはなくかなり乗ってましたね。うん、しかもみんなね上級会員ばかり、だってグループ1でもグループ2でもピコンピコンピコンみたいな感じでなりまくってるからね、びっくりした。でしかもねグループ3以降ね全然お客さん乗ってこないんですよ。多分ねあの飛行機7割ぐらい上級会員だったんじゃないかな、それぐらいね多かった。本当にねびっくりした、こんなに多いとはね思いませんでしたね。うん、やっぱりね上級会員ということで、まあ、新幹線ができて利便性が向上したとしても、やっぱり飛行機好きだから飛行機でね新幹線ができても小松と東京を移動するという感じなのでしょう。はい、いやあれはびっくりだね。一応ですね、なんかまだ、北陸新幹線が開業して以降飛行機減便とかもしていないみたいなんで、やっぱりね飛行機移動する人多いんですね。うん、需要はまだまだあるんだなというのを、感じることができました。これだけのね搭乗率だったら減便することも今後ないでしょうね。いやあすっごい乗ってた。まあ満席って感じではなかったけどね、まあ若干空席はありましたけども、結構乗っていました。ということで、ね、私はあのこれからですねバスに乗りまして、小松駅の方に向かいたいと思います。だいたいね市内までバスで15分ぐらいなんですよね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。しばらくねあの北陸地方の動画続くと思いますので、それも見ていただけると嬉しいです。それじゃああざした。そういえばねあの言い忘れていたんですが、北陸新幹線と飛行機の本数の、比較なんですが、まあ、大体ね ANA と JAL 比べたら新幹線と同じくらいかな、いや新幹線の方が若干多いかなってぐらいですね。はい、まあ、なので本数だったら圧倒的に新幹線の方が便利かなと思います。あと新幹線だと手荷物検査もいらないからね、飛行機はやっぱり手荷物検査があって不便です。まあ、だけどね乗る人はねめちゃくちゃ多いという感じです。じゃあ、これで本当に終わります。ありがとうございました。